はい、魔王黄昏役の麻生一です。勇者暁役の下野紘です。この番組はテレビアニメ魔王城でお休みのテーマでもある睡眠にかこつけ、よりいい眠りを探求する睡眠力向上バラエティとなっております。巷で噂の快眠法やグッズなどを試しながら我々2人が睡眠について体験学習をしていきます。今回のテーマはこちらです。よく眠れる足つぼ全編。はい、というわけで、フットケア専門店足つぼ日本一、新橋店代表の、与那嶺重人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。以前お会いしませんでしたか？はい、お会いしてますね。そうですよね。はい、僕知ってます。あと僕もよくテレビをお見かけするなる場所を刺激することによってその場所が活性化していったり元気になっていったりということになっていきます、うん、なるほど。元気にしたい部分か。喉とか。喉ね。あ、足の甲の方にあります、鼻くとか。あ、もうまさにこの指の方でですね、花粉症であったり鼻炎とかお持ちの方はしっかりお顔をほぐしていく方がいいですね。なるほど。今自分で墓穴掘ったかな俺。痛いと思います。今宵もナバスなマイハー、囚われの姫は